おはようございます。これより本日の会議を開きます。日程第1第1号議案から第44号議案および継続調査の所管事項調査以上の案件を一括議題といたします。これより以上の案件および各委員長報告に対する質疑に入りますが、今回は質疑通告はありませんでした。質疑なしと認めます。次に追加議案第44号議案について質疑者はございませんか。質疑なしと認めます。よってこれにて質疑を終了いたします。これより議案並びに今期定例会で受理をいたしました陳情の委員会付託を行います。お分かりいたします。第44号議案につきましては会議規則第37条第3項の規定によりこれを省略したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって第44号議案の委員会付託につきましてはこれを省略することに決しました。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案並びに今期定例会で受理した陳情のうち委員会付託を省略した議案を除く議案につきましては付託表に記載のとおりそれぞれの所管常任委員会に付託することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって付託表に記載のとおりそれぞれの所管常任委員会に付託することに決しました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日14日は教育民政常任委員会審査、15日は産業建設常任委員会審査、16日は総務常任委員会審査、17日午前10時会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労でございました。